なんでやねんそれ。おい、これ6軒目だね。6軒目なのにが、誰がセカンドゴロ側やねん。言えてませんから。誰がセカンドゴロ側やねん。うわハロウィンよりサーロイン、今年のコスプレは立ち飲みおじさんベロベロ酔い立ち飲み日本シリーズ、さあJR 住吉立ち飲み屋さん全店制覇。仕上がりました。イエーイ。バズりたくてね、大阪も攻めました、うん、西宮なんかも行ったな。それは本当に謝りたい、申し訳ございませんでした。神戸でって自ら言ってるのにもかかわらずね、まあまあね、もう数字が伸びたいってなったらもうすぐ他の町に行っちゃって、そう正直、うん、阪神西宮より住吉の方が暑いんじゃないのか。いやいやいや、もうそうやな、ね、もう降りてきて速攻座り席ありますの居酒屋とか、もうあれ立ちってことやろな。確かに、ほらこのお椀も見て、ほんまだスゴロクの旅から使ってるもんな、うん、もうなんかやりすぎて僕たちの手の形にちょうどフィットする形にね。そんなことない、削れてきてるな、うん、このグローブみたいな感じでね、このもう持ってこうなんか目つぶってもちょうどの大きさにこうずっとこうちょうどの大きさにフィットで、ほらいやいや無理、いやさどの器でもそうなるよというところで、ね、どの器でもそうなるよ目つぶって。はい、鉄板目、おおちょっと喜んじゃってね、上がっちゃったね、テンション。はしゃいじゃって、ちょっとこの久々見ましたね、ロック。うん、ロック。あれかな、あれ行こうか。あそこ空いてるよね、完全にね。絶対光ってるもんな。うん、光、うんうん、ってる。突入しようじゃ。突入しましょう。うん、あ今回、ヤギちゃんということ。あ、ここはヤギちゃんです。失礼いたします。よろしく。はい。もう忘れそうそうそう。もうさらっと当たり前のように。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。はい。いけるか。行ってみよう。いけそう、いけそう。お疲れ様でーす。一手止め、6です。いやー、いいね。ビール。うん。はい。ビールの。ああ。体、ビール飲んで、体重別に増えへんねん。あ、そう。うん。運動したら。でも、体型がめっちゃ変わる。ほんまにブヨブヨになる。ビール腹っていうのは、下っ腹。福井博士、びっくりした俺。そこにつくんやん。めっちゃつく。うーん、だって1時間ぐらい走ってってたら別にこの辺細いねん、だから別に、うんうんうん、お腹めっちゃ大きなんねん、イメージ ET みたいな、うん、もうほんまこんなんなってキモすぎてゴメ T になってる。なんでやねんそれ。なんで、そうや、なんて言ってんの。いや体型がゴメ T になってるのがないと。あ、そういうこと。おい、何や思ってた。同じこと言って、何や思ってた。何や思ってた。なんであんなに上がった。ごめんていいの。ごめんていいの。何や、それやった。気間違え、それやった、気間違えた。まあ、行動力嘘やんな。いや、美味しい。いただきます。美味しいな。うん、うまっ。うまい、なんかカレーっぽい匂いですね。なんか確かにスパイス、うん、もうしまってしまいたい。このままゆったり眠れそうなほどの癒し加減。うまいな、しまりそうやこれ食べたら。しまりそう、めっちゃうまい、うん、大学の頃とかプレーンなんていうあんま言葉なくなかった、うん、プレーンチュー入って確かにレモンかライムやるもん。買っても見えてなかったかもしれない。ああ確かに、プレーンがよく分かってプレーンってやってなかったかもしれない、うん、スカーンしか飲んでなかったから。ほら、酒飲みや。すごいな、酒飲みや。熱燗、熱燗、酒は熱燗で初めてで、焼酎行って今の、うん、すごい。ほんでハイボール行って、でビール行って、いい逆じゃない、全部今ほろ酔いで、まあ、弱なってだいぶ降りてきたね。ええー。ほん
で、ほろ酔いからのグイ麦で、うわー、コストも抑えて、そう、でも味も薄い、ほんま南国のビールの味っていうか、グイ麦巻いてる人ってみんなそんな知らんけど、そうやろ、グイ麦はもうみんな知らんよ、CM もないねんから、そうそうそう、ほら、ライフのプライベートブランド、うん、プライド、はい、行きました、いや、いいね、全員2杯飲んだんで、6、次行きましょう。はい、2店舗目張り切っていきましょう。よっよっ、にぃいいね、もう一人いっぱいです。おぉ、で、貯金もできる、貯金もできる、はい、じゃあ、いくぞ。おい、酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞ。じゃあ2店舗目、はいはい、みたいな、ほんまに毎日走ってんねんで俺、えらな1時間、ほんまに見上げる角度でみんなもっとやばいことある。なんでここだけこんなポニョポニョなってんの。やっぱハイボールばか飲んでる時の方が痩せてるよ、単純にな、あの見かけがな、膨らまへんって言うか、ハイボールはやっぱいいかな、な気がする、やっぱ蒸留酒やから。うまいね、ラッキョラッキョ、ラッキョ刻んでて、ブラックペッパーとか、めっちゃええこれ、おっさんに、これ一生食えるやつだ。うまいうまい。今日のチョリソーの時間です。今日のチョリソーの時間来た。チョリソーが当たる。すべての角度からのチョリソーを楽しんでください。ええわええわ、大体みんな想像つくからチョリソー。チョリソーを楽しんでください。今日はちょっと細いねでも。結構ちゃんと辛い、あ、辛めのやつや、はい、辛い、ピリッとしてる、立ち飲み屋のチョイスってあんまり裏切りないかもな、マジで結構辛いと思う、ちゃんと辛いんや、美味しいです、水量に、あ、やっぱ表面めっちゃ焼いてくれてるから、香ばしい、香ばしいな、うまうまいなこれ、ほんま結構辛いな、うん、なんですか、まあその次もう一杯いけそうな、あと一杯いくか、なあ、一点で貯金した方がいいんだ、これはマー君の貯金1、あ、貯金1です、確かに、さっきね、すっかりと酔っ払った俺たちだが、あ、すっかりにハマってるんですか、すぐ隣、はい、あ、でも3です、3です、あ、じゃあもう1人1杯です、でも2杯やから、はいはいはい、貯金1でいいですね、いいじゃないですか、はい、この充電をしながら行くこの犬の散歩みたいなやつ、犬の散歩もしかしたら天敵じゃないですか、低予算チャンネルの低予算チャンネル充電、酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞ、はいはいはい、いいね、これ何、もも、もも肉、おいしい、うわっうわっいやいやいや、顔してるな、うわ、もも、もも、うまい、作りが古いな、おいしい、最近見てる、なんかこう TikTok のうざみちゃんが使ってんの、あ、うざみちゃん逆なんや、あー、そう、ようやく一杯飲み終わったと思う、いい国や、貯金さんまで来ております、はい、ね、焼き鳥も美味しかったね、いやいや、というかやっぱこの近いところに密集してるレース、いいね、もうそう徒歩15秒ぐらいですね、1分経ってないもんな、経ってない、経ってない、
いや、行くか。結構ほんまに深海寺より近場に結構あるんだ。意外とひしめき合ってんじゃん、意外と穴場やな。そう、うん、穴場。知らんかった、意識してなかった ね、 住吉ね。自衛すめすごいな。1出ろダゴーイエーイ行くね。ってことは1人いっぱいいんやろ。だって貯金が3。あ、確かに確かに、貯金使い切れば1人いっぱいで、まだお釣り貯金も1作ってもらって、もうちょっとさらに、ね、よく分かってるやん。分かってる。いいですね。何階建てやろな。はい、これ4軒目やんな絶対。今気づいてんけど出来上がる。出来上がる。バーグの上を刺したら、こうなる。読んで4軒目で、4軒目でそうなるよね。4軒目やね。4軒目合ってる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 。ということで、ということで、さっきとかも言ったけど、いっぱいやったけど、こっちはあるんで行ってみよう。行こう。これも徒歩15秒ぐらい。15秒、さっきのとこからね。満月からの、満月からの、ファレファレ。酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞ。じゃあ4軒目。年季入ってる。毎年買い替えてるから。やば。それは多分なんか懐かしいわ。高いですよ。飲まれへんかった。高いですよ。高いですよ。280円。トレンドを取っていくぞ。トレンド。多分あの全部飲まさない。はい。2杯目ね。2杯目。ヤギタン、エビうまいわ。ちょっと店開いた瞬間思ってた。いいよね。うまい。うまいね。すいません。今日一番のうまい、いただきました。ヤギタンの。ありがとうございます。うわー、取られた。日本シリーズやな。日本シリーズ中の。うわ、違う。取った。さあ、ということで。貯金できてるもんね、普通。もう何枚目かもわからへんけど、もうとりあえず阪神を見てる。あ、もうずっとタイガース見ているから。何杯飲んでるかも分からず、まあ3杯か4杯ぐらいな。今勝ってるということで、とりあえずタイガースが勝ってるから盛り上がってて、でなんかね、いい席で一番そう、ね、見れちゃってるから。そうだね、ここやからね。そうそう、めっちゃ見やすい。見やすいな。見やすいよ。ということで、また次何対何かをお会いしましょう。はい。阪神タイガース4対0で勝ってて、今5回が終わって。いや、いいですね。言ってないですよ。僕たちは、そうですね。まあ、全員水を、水を飲んでる。何杯飲んだかも分かんない感じ。そうね、1人2杯は飲んだからね。かな、だから貯金がプラス3円で先のやつ。ルーティーンができたかなっていうのが。さっきから見たら、さあ、まあ、OK、OK、次行くじゃん。行きましょう。デコハウスも。あ、デコハウス。小池さん、小池さんの T シャツで。T シャツをいただいたということで。いただいた。ありがとうございます。すいません。すいません。ありがとうございます。まさかの。また。絶対あげてよ。ありがとうございます。それ来て。いやいや、ありがとうございます。阪神がもう4点も入れちゃうからね。確かに。すごい。村上も調子ええし、やっぱもう中野木並、うん、いやー、やっぱ下位打線で点取るタイガース。よかったです。5軒目。5軒目も行ってんの。そう、5軒目で5あるから。あ、そう、4で5へ。5へ。
ちょっとマソーとして死んでないよ。いやいや、マソー俺たち行ってるみたいな。どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの。え、してないよ。何してるの？してないよ。もらったのかね。じゃあ行くぞ。よいしょ。5軒目いいよ。だって。ゴー。よし。もう貯金ゼロ。貯金使い切りで。そして囲む3人じゃあアポを取ります。はい。酒が飲める今多分行くんだろう。来年からちょっと待って。親指。これはやばい。親指やん。バスライト嫌やろ。あ、そう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 。親指ライト嫌やろ。前もさ、前のプライマス。ちゃうね、ほんまに。ほんま。やばないこれ。キッションいないけど。アーネストホーストみたいになってるから。いや、アーネストホーストな、腹筋がすごいみたいな感じになってる。お腹が出てるけど。こうなってたけどな。え？ゴーメスホースト。あら。やってねんけど。アーネスト。フーステ、フーステが。フーステがね、このまま。醤油や味噌で食べるクリームチーズや寄せ鍋などとっても美味しい料理がリーズナブルに食べられますよ。あ、バックスか。そうです、バックスさん、うん、溢れてない。そこに一人溢れております。まあこの人気店絶対お伝えしたい方が伝えたいでしょ。はい、行きましょう。あ、いいね。これ6軒目だね。6軒目のノリが。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。いや、それ歌えへんのでしょ。ボテボテやったから悟ってる。ボテボテのゲッセカンド。いや、もうやめ、明日に置いとき。誰がセカンドゴロ側やねん。言えてませんから。誰がセカンドゴロ側やねん。ボテボテで打って申し訳ないからすぐベンチ帰りましょうかちゃうねん。食べてみないと思います。ごめんな、なんか勝手に食ってるけど、めっちゃサラダうまかった。めっちゃうまいよ、こんなめっちゃうまかったで、サラダ。サラダめっちゃうまかったわ。なんか洋食屋のサラダみたいな、あの、うん、サラダバリうまい。そう、俺が入るの。美味しい。うわぁ、気だるい感じなんや、嫌やな。持てへん。うん、いや、じゃあもうなんかそういう感じじゃないわ。求めてさん、やり直すわ。うまーうまーライオン。それそれそれやん。ということで8対0タイガースの勝利。8対0やし、もう立ち飲みも何円いったか分からへんし、も酒も飲んでタイガースも買ってええがな。これでええがな。よし、明日も頑張ろう。ごちそうさまでした。